が入ったで、見たってや。それを買うてくれるんか。毎度あり。またよろしく頼むで。支配人のへ、よし、じゃあ宣伝。さあおい、エキゾー君の参上だ。よし、変身完了だ。あとは来てくれたお客さんにエキゾー君でアピールすればいいんだな。さて誰が来てくれるか。不審な声、もしかして侵入者？ん？なんだ？うわ！なんだ今の？よく見えないぞ。うわっ！パオンとか変な声が聞こえた。もしかしてこれの声？というかこれは何？劇場くんのカラクリ像？お客さんじゃないようだな。となるともしかして、この望月あざみの目を盗んで像を置くなんてなかなかやる。望月あざみ、そうか、この子が4人目の花組隊員か。こんなところに謎のボタンが。ん？ボタン？そんなものがついているのか。沙汰の掟42条、謎を謎のまま捨ておくな。お、掟？押すのか。ちょっと待て。ポチッとな。宣伝だ。大帝国劇場をよろしくね。宣伝？宣伝だよ。関係者に宣伝しても意味はないんだけど。うん、わかった。これはただのからくり像なら問題ない。バレずに済んだか。だけどなんだかいろいろと変な子だったな。